ブラック研究をしてて出会った最高のフレーズにね、やってもいいんだ、胸の使いを取っ払い思いを解き放つ、そのような大衆行動が今求められるっていう、まあそういうフレーズがあるんですよね。うん、これは全国連がね、僕はあの糾弾するって言った時にね出てきたフレーズなんですけども、これはもう最高なんですよ。あの私流に申せばですね、これはあの水平社宣言なんかよりこっちの方を世界遺産にした方がいいです。だって水平社宣言なんてね、いろんなこう社会主義関係のね、そういう宣言のコピペでしょ、真似ばっかりなわけじゃないですか。でなんかあの男らしさがなんとかなんとかっていうね、結構ねなんかずさんな文章だっていうことが最近になって分かってきて、まあ、そんなんだから世界記憶遺産にならないわけです。でもやってもいいんだ、胸の使いを取っ払い思いを解き放つ、これはね、これはもう唯一無二ですよ。他に同じようなフレーズってないでしょ、元ネタないでしょ、これまさにオリジナルですよ。しかもなんかこれほどね人の魂を揺さぶるフレーズはないと思うんですよ。今なんかもう規制規制でね、とにかくねあれやるなこれやるなっていうね、そういう世の中でこのやってもいいんだっていうふうにねこう言い切るっていうのがこう素晴らしいわけです。もうこのフレーズでね救われる人ってね世の中いっぱいいると思うんです。で僕もねとある部落を探訪した時にね、まあその大変詳しい方にまあお話を聞く時にね、ちょっと名刺を差し出したら、あ自転車かって言われてね、もう自転車って言ったらもうなんかね童話の研修なんかでも毎回毎回最近出てきて、まあそれはもう悪名高い自転車ですねとかって言われたんですよね。まあでもその後はねなんだかんだでねちょっと解放同盟の悪口をいろいろと聞かされることになって、で最後に言われた言葉がね、いやもう胸の使いが取れたって言ってね言われたんですよね。いや僕その時ねその胸の使いはどうと僕から言ったわけじゃないですよ。もう何にも僕から言ってないのに最後にね胸の使いは取れたって言ったんですよ。僕この時思いましたよ、やっぱり胸の使いを取っ払いっていうのはそういうことなんですよね。なんか本当に、まあ、言いたくても言えなかったこと、まあ、それが胸の使いなんですよね。だからそれを取っ払ってねこうやってもいいんだっていうふうにね言ってしまうと、そうするとねやっぱりね人間救われるんですよ、うん、そういう大衆行動が今本当ね求められてるんですよ。本当ですよ。もうやっぱこれはね全国連も全面的に支持する。全国連の言う通り皮肉じゃなくてこのことは本当に素晴らしいから、あの水平社宣伝なんかねもうどうでもいいから、この言葉をねもう今後ね解放運動のテーマにすべきだと思いますね。胸の使いを取っ払い思いを解き放つ、そのような大衆行動が今求められている。胸の使いを取っ払ってね自転車にいろいろね解放同盟の裏の話とかね教えてくれたら大変 ありがたいですね。世の中ねそんな取り返しのつかないことなんてそうそうないんですよ。やっぱねあの日本はねやり直しのできる素晴らしい社会だとね思うわけです。だからこそね胸の使いを取っ払いね思いを解き放ってください。皆さんやってもいいんだ。